竹島問題は、未だ解決することなく、韓国の実効支配が続いている状況です。今回は、この竹島問題を詳しく見ていきますね。贈答品に竹島を描いたり、勝手に、基地などいろんなものを作ったりでひどいありさまです。やはり信用ならんね。2022年の年初に際して、韓国の大統領府は、これを祝した贈答品を、各国の関係者に配布していたが、その箱には、竹島、韓国名、独特を連想させる絵が描かれていたことから、日本の駐韓大使が、受け取りを拒否したと報じられている。同時に、日本側は、従来通りに、竹島は、日本の固有の領土であるとの見解を改めて示し、韓国側に厳重な抗議を行っているとされるが、こうした抗議が何かしらの影響を竹島に具体的に及ぼす可能性は著しく低いと思われる。韓国側は以前として実効支配を続ける竹島に対して、韓国海軍最大の規模を誇る艦艇に独特強襲揚陸艦に対その名称を付与して、対外的にもアピールしており、もとより、日本からの働きかけなど滋賀にもかけていないことは、歴然としている。太平洋戦後に、日本は、北方四島を旧ソ連、現ロシアに、この竹島を韓国に奪われてしまった形だが、いずれも、一度、相手側に、実効支配を許容してしまえば、政治的な手法で、これを覆すことはほぼ不可能だと、痛感させられている。したがって、近年、中国側が、自国の、海警局の船舶を、4隻1セットで送り込み、接続水域や領海への侵犯を増加させている、尖閣諸島周辺海域においても、もし、仮に、今後、継続的に、中国側の上陸を許すような事態となれば、同様の展開が予期される。ただし、尖閣諸島においては、1972年の日中国交回復時に、双方で係争点となる尖閣諸島周辺海域の帰属を、あえて政治的に棚上げしたとも言え、その意味においては、日本側にも非がなかったかといえば、一概には片付けられない。これはアメリカも同様だが、当時、中国との国交回復を優先するあまり、現状のように、中国が経済的、軍事的に台頭して、周辺国に脅威を与える存在となる可能性を全く考慮していなかったとも言え、今思えば、見立ての甘さは否めない。それを割り引いても、このまま、中国、海警局の船舶の尖閣諸島周辺海域への出入りを指を加えてみていては、そこに領土問題が存在するという、中国側の主張を広くるふさせることにつながりかねないため、毅然とした措置が求められるだろう。さて竹島だが、現在のように、韓国が道東を実効支配する状況の大元となったのは、1952年1月に、韓国の初代大統領である、李承晩が、一方的に、その線引きを宣言した、いわゆる李承晩、ラインの設定にまで遡ることとなる。日本は、1945年8月の太平洋戦争での敗戦後、ご存知のように、アメリカを中心とする連合国の施政下に置かれていたが、その頂点たる GHQ のマッカーサーは、竹島を便宜的に、日本の施政下から除外する方策をとっていた。当時朝鮮戦争の渦中にあった韓国の李承晩大統領だが、この隙をついて、李承晩ラインを宣言し、竹島の領有を強行。1952年に、日本が、アメリカ等の連合国と、サンフランシスコ講和条約を結ぶ間隙をついたと言ってよいだろう。日本、アメリカともに、韓国側の一方的なり、承晩ラインの宣言には、抗議を行うものの撤回させるには至らず、逆に、韓国は、1年後の1953年1月には、竹島周辺海域で操業していた日本の漁船を拿捕する動きを開始し、
実力行使を本格化させる。翌月の2月には、チェジュ島の沖合の公海上において、出漁してた日本の漁船、第一大砲丸が、韓国側の漁船から、銃撃を受ける事件が発生。日本側の乗組員1名が死亡し、当該の漁船が打破される事態にまで発展した。この事件で銃撃を行ったのは、韓国の漁船に乗り込んでいた、韓国海軍の軍人であり、こうした韓国側の強硬姿勢は、現の竹島においても続くこととなり、同年4月には独島、義勇守備隊を名乗る民兵部隊が、定期的に駐在を始める。独島、義勇守備隊とは、竹島の韓国側の領有を実行に移すために組織された民兵部隊であるが、元軍人、警察官らを中心としており、朝鮮戦争の渦中で、実際の軍や警察に、竹島占有への人員が割けなかったことで、結成されたものだ。この独島、義勇守備隊は、1953年から1956年12月までの間に、竹島に駐屯する活動を続けたが、以後は、この任は、韓国の武装警察に引き継がれており、未だ、軍隊の駐屯に踏み切らない理由は、対外的に軍事占領だと見さされないようにすることが理由のようだ。竹島に独島、義勇守備隊が、定期的に駐在を始めた当初は、日本側との間で、小競り合いも生じたが、日本側も、常時人員を配置する、措置は取らなかったため、同隊は、武装を強化して駐在を再開、以後今日に至るまで、韓国側の実効支配が続くこととなった。韓国と日本とは、外交上で、1965年に、日韓基本条約を締結することとなったが、この1965年までに、李承晩ラインを越えたことを理由に、日本の漁船328隻が拿捕され、死者8名を含む44名の死傷者を、日本側は、被ることになってしまっている。こうした韓国側による、日本の漁船の拿捕について、日本側では、乱ら、国際法等の法的根拠を欠いた、不当な行いだと指摘しているが、韓国側では、1952年1月に、自国で表明した大韓民国海洋主権宣言に基づくものだと、強弁している。太平洋戦争後に、日本が、これだけの人的被害を被った紛争は、終戦直後の1945年8月18日から21日に、正規した千島列島の占守島における旧ソ連軍と戦闘以外には皆無だと思われるが、こちらは、戦後とはいえ、軍隊同士の正規戦だった。このため、旧ソ連軍と対峙した日本軍にも、戦死256名、負傷者762名の損害が発生したが、当時有効だった日ソ中立条約を無視した蛮行とはいえ、まだ、太平洋戦争の延長線上にあったことで、軍隊同士の戦いであり、従前とした民間への被害ではない。それを鑑みれば、いかに竹島をめぐる韓国の行為が、不当な犠牲を強いたものかは、強調するまでもないが、韓国の無法を問うのと並行して、日本政府が、1951年から、1965年に至る期間、韓国との外交の文書を非公開としている点にも触れておくべきだろう。こうした日本政府の姿勢は、日韓基本条約の締結に際して、韓国政府と間に、密約が存在したとの憶測をも呼んでおり、まことしやかに、以下の4つの条件を日韓双方が取り交わしたのではないかという疑義を、広く交換に残すものとなっている。この4つの条件とは、まず、竹島を、日韓両国が、相互に自国領だと、容認することであり、続いて、将来的に、同島周辺海域は、共同の漁業水域とし、韓国の実効支配は、継続する代わりに、施設や人員の追加は行わず、
これら3点を堅持するというものだ。2007年3月の時点で、当時の安倍内閣の塩崎官房長官は、こうした韓国との間の竹島をめぐる密約の存在を否認してみせたが、日本政府として関係する外交文書を非公開にしていることは変わらず、問題の根幹の不明瞭な状況はそのままである。なお、憶測としての密約にも謳われた竹島周辺の漁業水域についてだが、1965年の最初の日韓漁業協定では、やはり竹島をめぐる問題は保留されたまま締結され、結果的には日本側が大幅に譲歩する形で韓国側の密漁を黙認したに近い。その後、1996年に新たな日韓漁業協定が結ばれたが、こちらでも事実上韓国側が漁場を占有する状態は継続されてるといえ、一度喪失した日本の漁業の権利は容易には取り戻せておらず、半ば固定化されたと言ってよいだろう。